ブラジル帝国、インプリオドゥブラジル国の標語、インディパンデア・オーモルテ。ブラジル帝国は、1822年から1889年まで、南米ブラジルを統治した立憲君主制国家。1828年までは、現在のウルグアイも含まれていた。詳細は、ブラジル帝国の歴史を参照ブラジル帝国の各州1808年、ポルトガルのブラガンサ王ジは、 ナポレオン軍の侵攻を逃れて、植民地ブラジルに逃れ、1809年、リオデジャネイロに戦都した、ポルトガル宮廷の両滞在によってブラジルは人口も増え、文明も進歩した。この間、1815年に、それまで広告だったブラジルは、植民地からポルトガルと対等な王国に昇格され、ポルトガル・ブラジル及びアルガルベ連合王国に再編された。 1821年ポルトガル・ブラジル王ジョアン6世はリスボン期間を果たしブラジル国王権くらいのまま王太子ドン・ペドロをブラジル摂政として残したポルトガルはブラジルの分離独立を恐れてブラジルにポルトガル軍を送り込んで統制を強化したがこれがかえってブラジル在地支配層の反感を買いポルトガル派とブラジル派の対立が激化した1822年 ブラジル在地支配層は、摂政ドンペドロを擁立して、連合王国からの独立を宣言し、ペルナンブーコなどに駐屯していたポルトガル軍を破った。ブラジルが君主を擁立して独立するとしても、なぜ王国ではなく帝国なのかであるが、これは広大な、ブラジル諸地域が、イスパのアメリカ諸国のように分裂せず、統一を保つためには、皇帝という急心軸が必要だったと、 解釈されている。ブラジル帝国の皇帝ドンペドロ一世、ポルトガル王大使ドンペドロは、ポルトガル王位継承権を保ったまま、ポルトガル本国の意に反して、ブラジル皇帝となった。1825年当時、ポルトガルに、絶大な影響力を持つイギリスが、ブラジルの独立を承認し、同年フアンアントニオ・ラバジ派のシスプラチナ州潜入により、1821年に、 併合した東方州はブラジルからの独立とアルゼンチンへの編入を求めて独立戦争を開始し、ラプラタ連合もこれを支援した。この内乱はブラジルの戦線復刻によりシスプラティーナ戦争へと発展し、戦争はアルゼンチン有利に進んだが、ラプラタ川の両岸をアルゼンチンが保有することを恐れたイギリスの仲介により、1828年に モンテビデオ条約が結ばれ、シスプラチナ州はウルグアイ東方共和国としての独立が認められた。この敗戦は皇帝ドンペドロ一世の失脚の原因ともなった。1826年にポルトガル本国でジョアン六世が死去すると多い継承者であるドンペドロがブラジル皇帝となっていたので多い継承問題が発生した。 本国の保守反動派は、ドンペドロの継承権無効を宣言して、ドンペドロの弟ドン・ミゲルの擁立を主張した。これに対して、ドンペドロは在ブラジルのまま、ポルトガル王ペドロ4世として、即位を宣言、直ちに長女マリアダ・グロディアに上位した。そしてマリアダ・グロディアを、おじ、ドン・ミゲルと結婚させ、ミゲルを、ポルトガル摂政とする妥協が図られた。一時は、この妥協が成立したが、 1828年に、ドン・ミゲルは、約束を破棄して、即位を宣言。このためドン・ペドロは1831年、ブラジル皇帝位を、長男のペドロ2世に上位し、長女マリア・ダグロリアのポルトガル王位を主張して、ポルトガルに向かった。ブラジル新皇帝ペドロ2世は長期にわたって在位し、ブラジルによるウルグアイへの干渉から始まった三国同盟戦争を、戦い抜き、 パラグアイを壊滅させるなど知性を安定させた。ペドロ2世は、ブラジルの奴隷制を廃止するなど自由主義的な君主であったが、糖尿病に侵されて、次第に統治能力を失い、1888年の奴隷制廃止により大打撃を受けた、保守支配層が1000、帝国が滅んだ後も、帝国時代を懐かしむ者は、ブラジル国内に保守層を中心に存在している。 1993年、ブラジルでは、統治形態に関する国民投票が行われ、3分の2が共和制を選択する一方、13.2%は君主制を選択した。ありがとうございます。